調理の方に入っていきます。はい、これでフライパンで、大体1分間くらいですね、まず油をよく熱した後にひき肉を入れてあげます。で、このひき肉のこの赤いところ、これ豚肉です。豚肉でこれ4人分くらいなので、大体 200g ですね。まあ、好きな人はもっと入れてもいいと思います。で、こんな感じで、一応焼き色がついてきたら、ちょっと火を入れます。で、ここで、まあ、やっといても中華料理の肝、豆板醤です。で、豆板醤は好みで辛いのが好きな人はいっぱい入れてもいいんですけど、大体大さじ、僕の場合は2つぐらい。そうですね、こんなもんですね。もうなくなってきます。こんなもんです。それで、よーく。で、まあ、基本的にもう当たり前なんですけど、麻婆豆腐と麻婆茄子は手順ほとんど一緒です。茄子の代わりに豆腐を入れるだけなので、今日は麻婆茄子ですけど、このか茄子の代わりに豆腐を入れれば麻婆豆腐が完成します。で、なぜならばここからちょっとこれね、これを入れて、これ入れてあげます。お湯と、あと中華のガラスープ、これ適当です。こんなもん適当です。好みでこれを入れてあげます。で、で入れて、よいしょ。それでよーくね、それで、はい、オペーションに入れるもの、酒、これは大さじ2です。これも目分量です。こんなもんね、大さじ2で、その次に入れるのが、これ砂糖。砂糖。ここから、醤油。これも大さじ2です。これ適当でいいですかね。はい。こんなもんですね。入れると入れない。だいぶ味が違うのが、これです。山椒。これは、ぜひ仕上げに入れてください。全然違います。これ、相変わらず段取っておきます。で、いっぺんに入れると硬くなっちゃうので、ね、徐々に4回ぐらい分けていきます。これコツ。いっぺんに入れないことね、2回ね。加熱しながら4回くらいに分けて入れていきます。はい、でこういうのもちゃんとこういうふうに段取っておくとうまくできますよね。で、あとは必要な調味料も、まああらかじめ分量測って段取っておくとうまくできます。登場するのがネギくんです。ね、ガバーッとネギ入れます。ネギは嫌いな人はしょうがないんですけど、たくさん入れた方が美味しいです。で、なじましてやって、このネギもね、火通しすぎちゃうとシャキシャキ感がなくなっちゃうので、で、大体このごま油ですね、ごま油さーっと鍋肌にこう、ね、入れるだけ。こんな感じです。で、あとは強火で、そうですね、30秒ぐらいでもう出来上がりですね。最後にこの山椒、これをまあ好みですね、まあ、あんまりいっぱいかけても嫌いな人はね、あれなんですけど、これで香りが、すごいいい香りがつきます。じゃん、終わり。